寝ても覚めても漫画好き、オタク侍です。このチャンネルは AI とローファイ音楽を組み合わせた ASMR 体験とともに、日本の漫画など幅広いコミックについて深掘りするチャンネルです。もしよければチャンネル登録をしてもらえるとすごく嬉しいです。今日の配信はジャンププラスで連載中のマット第4話に関する反応集です。マットは謎の生物エイリアンの襲来で崩壊した地球を舞台に描かれる SF 漫画です。それではどうぞ。マットに関する反応集。面白い。説明しすぎない作品好き。主人公が得た情報イコール読者が得た情報な方がワクワクする。この作品、読者の年齢層で意見がすごく分かれそう。昭和くらいの世代なら雰囲気で伝わる感じで、面白さはわかるだろうけど、Z 世代くらいになると空気感だけじゃ話についていけなくて、読みにくそう。能力バトルよりヒューマンドラマに重点を置いてほしいな。エスカルゴは美味しい餌を与えるからうまいって話だが、人間もうまい餌与えた方がうまいのだろうか。めっちゃ悪い奴らの解剖実験みたいに見えただけで、大佐たちは検視してただけのいい奴ってこと？あの組織の人たちがそこまで悪人とは思えないんだよね。あの化け物がなんであんなことをしてるのかを、ちゃんと聞けば納得できる答えが返ってくる気がしてならない。いろいろ聞かなきゃいけないことがあるのに、すぐ感情的に動くから主人公は主人公じゃなかったらすぐ死にそう。しかし動揺した状態で話聞いたら話術で丸め込まれそうな男でもある。もったいぶった展開はサクサクテンポ重視な令和のノリから逆行してるが、これが吉と出るか凶と出るか、なんというか行き当たりばったりで容量の悪い人だな。ジョン、今まで生き残ってこられたのはたまたま運と周囲の人間に恵まれてたからか。そもそも解剖してたやつが人間の形してるからって人間由来とは限らないしな。銃でドア壊しちゃったから閉まらなくなってエイリアンの侵入防げなくなるパターンかな。絶対終盤でモーガン・フリーマンみたいな重要キャラが出てくるぞ。1話でジョンの視点だと妹、幻覚が見えていたように、ジョンの視点から見える怪しい組織感が正しいとは限らんよね。でも怪しすぎるな、わらわら。元軍人の銃を隙を見て奪えるジョンすごくない？それともわざと奪わせたのか。エイリアンを人間と融合させて兵士にする実験でもしてるのかね。扉の奥にいた奴らは適合に失敗した奴らで食肉加工される。薬なのか感染病なのかわかんないけど、ゾンビの内臓を取り出したりしてたのは、実はほっとくと体再生し続けて最終的にエイリアンになるとかかな。エイリアンは倒せない存在であってほしい。ちょ、なに？毎回最後の引きが強い。あの肉を食べて変異するかどうかで、その後の役割が決まるとかなのかな？なぜっていうのかと思ったら、話せって言ったところが良かった。無力な男だから何もできないんだけど、ガッツ見せたのも良かった。大佐と顎の掛け合い可愛すぎだろ。話し期間で逃げるなよ。俺なら一度は信じただけに。やはり裏切られた思いで余計に信用できない。漫画的にも引きを意識しているわけで、まずまずスタンダードな展開でしょ。完全に主人公の単独視点で物語を展開しているので、主人公に対する好感度というか共感できるかどうかがかなり大きな要素になってしまう中で、今回の言動はちょっとうーんとなってしまうかもね。ベッドに横たわってる被験体にはEさんと同じ色のジーパン履いてるのはいないから、
ラストのが E さんだと思いたい。 E さんが怪獣8号になったのかな。 E さんの祖父の G さんじゃない。ジョンを助けたということは E さんということになるのかな。だとしたらとんでもない力を持つ何かがあることになる。 E さんでしょ。改造させられたんじゃ。4足歩行ならいいけど、2足歩行だと重心どうなってんの。なんか思ったより2足歩行エイリアンかっこいいな。エイリアン化したやつは中に機械詰めて自我があるまま兵器として第二の人生を送る感じ。これが大佐が言ってた成果か。なんか余裕なのがこの実験体の成果とか。何もわからんけど、直感でゾンビの肉を食わされたと思ったから逃げたし吐いたんだろうね。しかし最後の人型は人類の生み出した希望なのか、進化の果ての絶望なのか。オラワクワクすっぞ。エイリアンの対抗兵器を作ってるのかな。人類側のプレデリアン的な存在なのか。まだまだ情報が少なすぎて仮説も立てられないな。派手さはないけど足元からじわじわと染み込んでくるような恐怖がいい感じに面白いな。うわープレデター来ちゃった。尻尾長ー。最後のエイリアンがフリーザー様に似ていると感じたのは私だけでしょうか。エンディング。いや4は面白かったです。反応集でもあったフリーザータイプのエイリアンが何なのか気になります。実は4話の配信前にもう一度1話から読み返したのですが、 E さんって学校の先生だったんですね。またこのカットが何を意味するのか分かる人がいたらコメント欄で教えてください。皆さんが印象に残ったシーンもぜひコメント欄で教えてください。私は第5話が楽しみで仕方ありません。現時点で結末や展開は全く読めませんが、オタク侍はこの作品を全力で応援します。チャンネル登録をしてお待ちください。高評価やコメントもすごく嬉しいのでぜひお願いします。それでは最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。